げえなこれ。うん、お腹いっぱい立つ。ごちそうさんっす。ねえ。これ。これ。こんばんはです。もこもこさん、おかゆさん、棒人間さん、お疲れです。きのこさん、お疲れです。アイデミスさん、お疲れです。レイヤーさんお疲れです。ババさんもお疲れです。こんばんはです。はい、ルナさんお疲れです。 K2 さんもお疲れ。はい、ブラックさんお疲れです。いや、今中さんお疲れです。はい、こんばんは、お疲れ様です。涼介さんどうも。はい、ピーターさんお疲れです。はい、どうも千葉さん。はい、エジラルさん、セニョルさんお疲れです。すごい観音像がありますね。はい、鴨志さんお疲れ様です。はい、マスターキザンマお疲れ様です。はい、ムーガクさんお疲れです。カタロさんお疲れです。リオさんお疲れ様です。ネオさんこんばんは、お疲れ様です。はい、カレンさんお疲れ様です。今日サイレントヒール、サイレントヒールでございます。ちょっと肌寒いぐらいかな。あ、みじゃばさんお疲れです。はい、おびさんもお疲れです。こんばんは。真っ暗だな、これは。真っ黒黒すけだ。今日は晴れてますね。あ、くうたさんお疲れさん。すごいですこれ。あ、ドルさんあっち行っちゃった。行こう、俺も行こう。探索開始っす。うわー、ここ来てみたかったんですよね。すげえ。ここね、まあ霊園みたいな感じかな。あつるさんお疲れ。はい、まきばあさんお疲れです。しまさんお疲れです。はい、ぶてさんお疲れです。はい、みむさんお疲れです。はい、みやさんこんばんは。はい、どうもひむかさんお疲れです。今日は俺 YouTube ライブです。えりこさんお疲れです。すげえなこれ。はい、山さんもお疲れです。はい、ニコさんお疲れです。平さんお疲れです。はい、オレサムさんもお疲れです。すごいな、何気に。すごいっすねこれ。すごいっすね。これ上がないんだよ。上はあんの？わかんない。俺初めて来たから。あ、上あるね。上あるんですか。さあ、ここはですね、まあ見ての通りもう、水子供養の場所ですね。今日は水子供養です。1軒目。ずらーっとお地蔵さんが並んでいます。ここね、行ってみなかったんですよ俺。だから今日ドルさんここ行こうっていうことで、ここでね、とつっちゃいました。そう、ゴーさんね、いらっしゃいね。そうです、水子地蔵かな。水子地蔵ですね。はい、ちゃんさんこんばんはね。ちょっと食いすぎでね。はい、けいさんどうも、お疲れ、こんばんは。はい、ちゃんさん、みんさんこんばんはね。そう、うわ、なんか雰囲気いいでしょ、ね、いい感じですね。もうこっちから行くのかな、ね、こっちか。ずらーっと、すごいっしょこれ。今ね、手がプルプル震えてる。やばい、坂きつ。
花そうですね、これまだ添えられたばっかで取り替えたばっかっていうのかな。すごい、あ、結構もう結構休めましたよ、うん、まだ出ない、全然。でもたまにはね、たまにはねと思ってね。これ増加じゃないかな。お、あ、でも増加だこれ。鹿？よく見たら落ちた。鹿？これ増加だよ。これお花本物じゃないですね。本物じゃないね。鹿？鹿です今のこれ。すごい。ピーって。ピー。ワン。ワンって。ワン。うん、脅かしやがって。鹿いるよ。鹿は増加だよこれ。じゃあ上も増加か、これ全部増加か。あ、こっちはなんか橋があったのかな。お、すごい。ああ、こうやって上に上がってくんだね。だんだん畑みたいな感じだね。よく見たら増加でしたね。第45番。はい、どうもいらっしゃい、リンゴさん。ゆっくりしたって。ゆっくりしたって。すげえな、でもな、これな。上もあんの、これ。あ、上はねえのか、もうさすがに。さすがにここまでか。あ、でも上あんな。つながってんな、これ。いや、しかし遠かったね、ここまで来るのに。めっちゃ遠かった。上はねえな。新たに増えちゃいけねえもんだしな。上はないっすね、なんも。なんもねえ。あ、上、あ、ちょこっとあるか。こう、え、ここまでか。上は何もねえや。お、なんか上はないや。そしてなんか変な文字が、ん、なんだこれ。うわ、ちょっと赤文字で、え、なんだこれ。し、しって書いてあるこれ。あ、キティちゃんお疲れです。死だ、死、あ、死じゃねえか、なんだろうこれ、なんだろうこれ、わかんねえや。なんか書かれてる、なんか番号か、94。ん、94、ちょっとわかんねえなこれ。なんかのサインかなこれ。アルハさんお疲れです。赤文字でなんかちょっと不気味ですねこれね。あ、供養で、供養で94番目。いい、でも100体地蔵があるはずなんだけど、地蔵上の方にねえしな。あ、こんばんは斉藤さん、お疲れです。この辺なんかのバリバリだよ、ほらバリバリ、なんかあれみたいだな、エビ線みたいな感じになっちゃってるこれ、バリッバリって。あ、はい、ロッチャーさんお疲れです。あれ、エビ線だ、エビ線。あ、ここに書いてある、なんか英語。あ、これあれじゃん、
N って書いてあって、なんかこれハングル語？え？ちげえな、解読不可能だなこれ。ネホ、いや、わかんない。ちょっと真ん中の N の隣の字がちょっと読めねえ。何これ。ちょっとわかんねえや。これ。ネホ、ナホ。ナンバー、next number、next number。ちょっとわかりませんね、これは。後でドルさんに聞こう。あ、原さんいらっしゃい、どうも。いやー、なんか印だろ、これ。なんかの落書きっていう感じじゃないな、なんか。なんだろうな。ちょっとこれはドルさんに聞いてみます。わかんねえや。どうも、ナナさん、どうも。ドルさん、なんかさ、赤文字で書かれてるのなんすかこれ。赤文字あれだよ、あれ、あの、お墓入ってない。あ、これからってこと。これから。あ、そういうことなんだ、これ。赤文字、不気味、うわ。いや、上なんもないですよ。うん、地蔵すらないし、もうここで行き止まり。あ、みゆさん、お疲れです。どうも、はい、どうも、どうも。今日はやってまいりました、静岡編第1発目、水子供養の百体地蔵があるところ。いやー、結構歩きづれえなこれ。結構毛だらけ、灰だらけ。なんかドルさんがさ、前にここ鐘鳴らしてなかったっけ。あっちゴーンって、誰かのために鐘は鳴るって、私の計画は絶対に失敗はないとか言って、ガムガムの鐘、ガムガムの。あ、すいません、ウィリアさん、スパチャありがとうございます。あざす。はい、はい、どうも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 、はい、どうも、トナキさん、お疲れです。ちょっと結構歩きづれえな、ここ。ちょっとこっちだな、結構急斜面で、これやべ、これやべえな、これ。あー、すっげえ歩きずれ、狭いし。あ、またこさんいらっしゃい。またの、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 またたたたたた、またの、またの、さんさん、またもも、いらっしゃい。またの、またたたたさん。こっちがいいかな。あ、結構すごい。皆さん見てください、これ。見てください、この。たくさんあります。こっちの方に来たら、こっちも、あっちも、こっちも、あっちそっち、こっち。はい、私参加ます。どうも。すげえな、これ。うおー、鳴らしとるし。俺も鳴らしたい。でもちょっとこっちの洞窟っぽいところにある。あ、すごい。カラフル。あ、なんかね、これ増加だったみたいね。これ全部増加ですよ、これ。コスト削減のために。
節はにゃはらみた心情。すげえなここ。いやー。俺も鐘を鳴らしたいぞ。いい音でしょ。で、お経鳴らしたの。うーせず、あーにゃーらって。お腹が痛いからお腹直してくださいって。お腹痛いんすか？お腹痛いんすか？食べ過ぎだよ。マジっすか？食い過ぎ。だからちょっとここ、うわーってなんか分かる、うん、吐きそうな感じでこれ。まあ、岩もたれだね。あお子さん、お茶ばっかりありがとうございます。誰かのために鐘は鳴る。じゃあ俺も鳴らそう。なるほど。なった。そう、ドルさんにさ、クーダさん、おごってもらったんですよ。あの海鮮丼はなんとお値段2480円です。そうです、高級ですね。高級なんだよね、本当いいのっったら、うん、いいんだっつって奢ってもらいましたよ。で僕も食べたんだけどね、お腹痛くなったんですよ。お腹食べ過ぎだった。はい、こんばんは、ハゲガさん。量が多い。はい、見せましたお疲れ。そう、2480円です。そう、ドルさんに奢ってもらったんですよ、はい、もういつもラーメンじゃ栄養偏るからちゃんとうまいの食わないとダメだっつって。たまにはね。たまにはそう、うん、ということで、あの高級丼、今日はね、あれね、そう、いい人丼でね、もうさんね、あそこなんだっけ、誰だったよね、自分のバカ沼津パーキングエリアですよね。そう、あそこは沼津パーキングエリアです、うん、鶴ヶ食堂というお店ですね。皆さんこんばんは。でも今はね、腰の中がちょっとね、お腹の、そう、お尻もかんびちゃってるからね。すごいですね、これドルさん、これやばいでしょ、結構向こうまであんの、これすごいな。あ、タルさんのこと好きです、マジで。こんな感じです、今日の晩飯は海鮮丼でございます。わあ、すごいっす。シラスで当たったかな。え？生シラスで当たったかな。生シラスで当たることってあるんですか。当たる、生シラス。あ、マジですか。あ、いやばいな。ここは100地蔵、100観音という場所。100体あるのかな、100観音っていうぐらいだから。地蔵というより観音様かな、これ。あ、そうだ、バケタンやってみよう。バケタンを持ってきてんのにバケタンを開いてないかったという、とんでもないやつだ俺は。あれ、あれ電池ねえ、もう。あ、もう電池切れだ。バケタンが電池切れだ、もう。今日バケタン使えねえや。あ、できた。できた、できた。あれ、なんだろう、今バクってたぞ。押しても反応しなかったのに。あ、大丈夫だ。あれ、なんで。おかしいな。通常モードできた、できた。よかった、壊れてなくて。緑いません、いません。とりあえず首からぶら下げて。さあ皆さん、ここは一体どんな霊現象が起きるんでしょうか。僕には予想がつきません。何しろ乗ってない場所なんで。乗ってない場所ですから。農協図か、意味がわからないな。六地蔵があった、本当。農協図か、阿弥陀如来、不動明王、農協図かの3点セット。あ、空気はね、多分ね、
綺麗っちゃ綺麗だけど、あそこに高速道路走ってるでしょ。ちょっと排気ガスがちょっと気になるかな。高速道路あるんですよ、あそこに。ガスはもう iPhone だから綺麗っすよ、もう iPhone だから。ナチュナチュ、なんだろうね、教文書、そうなのかな。そうだと思います。そうであれば、あやとさんお久しぶりです。はい、どうも。高速道路近く。 4K で配信は無理だな。720っすよ、さすがに。あの安定性がなくなるんで、高画質にするとそれはちょっと無理だな。モバイル YouTube ライブじゃ。これが150万画素の iPhone の性能ですよ。でもハイビジョンでも全然見劣りしませんから。あのフルハイビ生放送でそんなに高画質出そうとしちゃうと、もう家とかだったら平気かもしれないけど、外はちょっと難しいかな。だって本当はだって480で配信した方が実は、あのよくあるじゃん、高画質とか言って、あの意味不明なやつ書いてるやついるじゃん、うん、あれ高画質じゃないから全く分かってないって言ってるみたいな。高画質っていうのはビデオカメラ 4K とか撮ってそれをキャプチャーして、そうそう、そういうことだ。スマホでやったら、いやースマホでだってもしフルハイビジョンでもちょっときついぐらいね。前カメラファイライブでフルハイビジョンでやったけど、やっぱり電波悪いところが安定しなくなるって落ちちゃうからね。え？あらら。危ねえ。危ねえ。あ、これにケツまずいと。危ねえ。後ろ歩き危ねえわ。危ねえ。あ。もうます酒のあれがあるぞ。お酒でも飲むんか、これ。お酒か。気をつけます。危なかった、マジ。あ、高野さんお疲れです。どうも。意外にあれだな。不気味なとこっちゃ不気味なとこだし、すごい神聖な場所っちゃ神聖な場所だし、いろいろな思いが混在する場所。いやーすごい。そうだよ、ここはあの世とこの世の境界線の場所だから、引きずり込まれるかもしれない。それやってるのはここでけっつまずいて頭を打って死んじゃうってことだから、気をつけないとね。 VW 相当は僕のことを心配してくれてんのか。俺は死なねえぜ相棒、俺の宝か、欲しけりゃくれてやる、探せい、この世のすべてをそこに置いてきた。だな、優しいな、意外に。だな。あ、だ。ちょっとなんか膝がガクガクする、今日は。なんか歩きづらい、ここ。歩きづらいの？ここ滑るの？ここ危ないっす。ここ危ないもんね。大丈夫です。あ、名古屋から。半田さん、どうも。名古屋グランパス、OK。名古屋グランパス。さあ、皆さん。ここはまだまだこっちにもあるみたいよ、ほら。トーリャンセ、トーリャンセ、ここはどこの細道じゃ、天神様の細道じゃ、ちょいと通してくだしゃんせ、この子の七つのお祝いにお札を納めに参りま
ます。行きはよいよい、帰りは怖い。怖いながらも、おりゃんせとおりゃんせ。って歌いたかっただけです。すみませんでした。しやっす。いやあ、れあれあれあれ、くも膜下出血だったの、高村さん。あ、黒木さんこんばんは、お疲れーす。どうも。大丈夫なんですか、高村さん。大丈夫、お上手ですか。ありがとう。まだ終わんねえよ、高知さん。9時に始まったのに終わっちゃら。はい、横波閣下おいでやす。いやーすっげー、ここすごいな。しかし不気味、すっげー不気味だなここ。これより秩父意味が分からん。何これ。あ、お友達か。スクショ1枚 OK。 スクショじゃあちょっと後で、今送ってくれた。ちょっとなんかで、ね、最近遅いんだよね。あ、まだ来てねえか。最近遅いんだよ俺のスマホが。なんかさ、通信速度が。あ、来た。どうしたのかな、ナモさん。どうしたのかな。ナモさん、わかんねえよこれ。ポクは見えるけど、ポクは見える。しかしちょっとなんかモザがかかってるのが、拡大しすぎてるのが。これ どれだ。はい、悦子さんこんばんは。これはわからん。だって顔に見えるでね。そう、見えるで、ね、え、俺こっちにいるよ。ドルさん、ね、東側にいる。ドルさん顔に見えてる。顔に見えるね。顔って俺が叫んで逃げちゃうよこれ。こっちはなんだ、こっちからぐるっと回れんだろこれ。お、何これ、謎のエリア。あ、ここはなんかハイキング道なんだ一応。うわ、でもこんなのはすごいな。ハイキングのさ、向こうから降りてきてこっちにたどり着くのはちょっと不気味でしょうがねえな。うわ、ドルサがさ、もしあれだったらドルサに言っといて、ただ東側見に来ただけだからすぐこっちいるよって。ハイキング道があっち行くからこう繋がってる感じだね。なんかあそこの冬って、あー、どうだね、わかんねえな。岩のこういうのがこう顔っぽく見えた時もあるから。ドルさんのライト見えた。よいしょ。それはもうあれですよ、こっちに降りてきたよって。わあすごい、意外に歩くと汗かいてきた。
熱い。すごいですよこれ、もうキノコさんもうすごいとこですよここは。はい、カリンさんお疲れです。どうもドルさんいるよ、俺こっちに。ドルさんのライト見えるんで、これここだよ。あずまやんとこにいますよ俺、ここにいますよ俺。いたいた、いなかったか。あ、向こうの方ちょっと見に行ったんだ。そう、向こうなんかハイキング道つながってるみたいな。観音様、鐘ついてるんですか。何県ですか。タイトルに書いてありますよ、静岡編です。今日は遠州編です。遠州静岡、わーんって遠いです。マジで遠かったっす。マジで3時間かかりました。いやー、いらっしゃい中田さん、いらっしゃい。ルールルルールルールル、勇者徹子の部屋にようこそ。ルールルルールルールル、はい、金はもっとついてください。いや別にいいっすけど、まあ、これ別に近所迷惑になんないんで、いくらでもついてあげます。金を鳴らすことによって、ノート制約だっけ。ルールルルールルール、間違えちゃった、わかんねえ俺徹子の部屋の目を閉じれば億千の星、言わねえ愛の歌、ラブソーン、ラブソーンって。いい音でしょ、鐘の音。これいい音ですね、鐘。いい鐘使ってますよ。平成11年作られてね、これ友の会。こう、はあ、ここで待合室で待ちますか。よっしゃ、民家がね、ねえの、民家ないな、ほんと。周りはもう高速道路と森、森、森って。よし、ちょっと待って、誤作動が起きた。ジョヤの金か。仕事じゃなかったらな、行きてえよな。なんか大抵正月仕事だったりする時もあったんだけど、もう休み取るけどね。また2019年のカウントダウンの時みたいに。でもカウントダウン生心霊配信やっちゃったら、もうジョヤの金どころじゃねえんだよなマジで。でもさ、水黒曜なのかな、これ水黒曜か。あ、花はねこれ造花なんですよね、よく見ると。だから一年中枯れない、懐に優しい場所です。あ、なんからしいね、クレーム出すアホンダラがいいんでしょ。もう日本から出てけそんなやつはつって言っとけばいいんですよ。そういうなんかクレームを出すやつはもう
おおめえら日本人じゃねえだろ、日本人じゃねえんだったら出てくれっつって、強制送還だっつって、おおっつって言っときゃいいですよ。日本の1年が終わった、終わっ、また新たな1年が始まる除夜の鐘を何太郎持ってるか。ええ、お、これこっちもなんか繋がってるな。あ、こっちはなんかあれか。いや、除夜の鐘どこじゃないじゃん。隣に保育園がさ、できたらできたで、子供の声がうるせえ、どうにかしろとか言うバカとかいるじゃん。そういうやつも、ま、マジで死ねって思う。子供は未来の宝だぞっつって。なんたることだ。そうそうそう、お前も子供だろうっつってね、そう、子供だったろうって言ってやればいいっすよ。いるみたいよ、だから日本人のふりをしたなんかそういうやつらがいいんじゃねえの。蓋開けてみると実はってノージャパニーズだったりするんじゃね、そういうこと言うやつが多いじゃん。もう今同化しちゃってるから、ほぼほぼ。まああれだよ、人の本を燃やしたり、人の国の国旗を燃やしたり、あの人のね、ドルさん、人のさ、国のさ、国旗を燃やしたりさ、人の本燃やしたり、うん、人の人が作ったステッカーを燃やしたりするやつは日本人じゃないですよ。日本人じゃない、人じゃないよ、うん、人じゃないよね、人としてね、もう最低、うん、ああそういうやつっていうのはもう生きてる価値がないと思う。そういうやつがなんか除夜の鐘のクレームが出したりするんだよね、うるさいっつって、音がうるさい。そういうやつはもうね、うん、多分ね昔で言う打ち首ですよ。そう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 、VW さん、VW さん、そんな感じ。当て字でいいと思います。そう、当て字の感じがいいよ。 YouTube うるせえからさ、今 YouTube はマジでうるさいから、こういうの。はい、RT さんお疲れ。そういうやつ最終的に、まあ、あのね、あの多分一人になっちゃった。うん、そうだよ。いや、もうどう考えてもさ、なんか人の作ったもの燃やすとかさ、もうありえないね。日本人じゃねえもんね。日本人ってかもうね、人じゃないよ。人じゃないね、人間じゃない、うん、人もどきってやつ。熊の餌にしたのみたいな。熊の餌いいっすね。あ、もうそのまま野生の、うん、動物の熊に餌あげちゃった、うん、食べなさい、こいつ美味しいから。あ、マサさんお疲れです。お腹立ちやかもな。生配信見てますか。ウサギいたんだよ、ウサギが。そう、食べようかと思った。そう、ウサギ。そうそう、いたんですよ、過去にドルさんのステッカーを燃やしたアホどもがね、うん、そう、いたの。ドルさんのステッカーをわざわざ燃やして、それをツイッター上に上げたバカが数名いたんですよ、昔。まあそういうやつは日本人じゃないから、うん、もう住んでる地域から多分日本人じゃねえなと思うよ、俺は。いたんだよ、昔。変なさ、あの唇の下にさ、イボがいっぱいいっぱい群生してる、なんか気持ち悪い男。あれだ、日本人じゃないっしょ、多分。いたの、いたの、そんな人が。わざわざね、ドルさんが上げたステッカーをね、わざわざ燃やして、そうやってツイッター上に上げるって、もうあれじゃん、どうぞの国がさ、日本の国旗を燃やすやつらと変わんないでしょ、完全に。なんだっけな、どっかの国の、なんだっけ、戦国武将のなんか名前をなりすました、なんかアニメオタクのやつだっけな、富山出身だっけな、富山出身だっけな、うん、まあ日本人じゃないだろうね、考え方が。危ね、滑った。富山出身だよ、富山、戦国武将の富山出身の方ですよ、多分。戦国武将の富山出身だから、富山くんって呼んであげればいいですよ、富山くんって。
富山くんって。そんな感じで、まあいいや、除夜の鐘から話引っ張りすぎた、本題がよく分かんなくなってきた。そう、ドルさんお腹痛いっつって、ほっとい、シラス当たったんじゃねえかなと。うわー、すっげーな、これこれ多分一人だったら怖えな。あれ、めっちゃね疲れてる、なんかめっちゃ疲れてる。なぜかっていうと、昨日放送切った後に日本酒飲んだんですよ。そしたら頭がガンガン痛くなっちゃって、ちょっと二日酔いだった、朝起きた時。だからロキソニン飲んだ今日は。あ、田中さんお疲れです、どうも。ここはどこですか。ここはね、今日はね、静岡県です。静岡県に今日は来ておりますけど、いや大丈夫ですよ全然、うん、今は全然平気。ただちょっと調子悪いことは確か。とだいぶ大丈夫っす。ドルさんこっちにいる、観音様の前にいる。ドルさん いますよ、ちゃんと。ドルさんいるよ、ここにちゃんと。なんかさ、気のせいだと思うんですけど、俺さっきあっちの上の方行ってたじゃないですか、うん、まあ、多分動物の鳴き声だと思うんですけど、うん、わーみたいなかもしんない。 あるかもね、さっき言ったからね、鹿ね。鹿の鳴き声とはちょっと違うなと思ったんだけど、あ、まあ、クマはこういないと思うんだけど、うん、あ、クマはいないからラッキーですね。あ、森さんおっす。いやだからちょっと不気味だなと思って。でもなんか、でもなんか、でもなんか怖いって感じしないですよね、うん、なんか、まあ、次の飛んでるのが怖いね、うん、ありがとうございますね、こちらね、はい、ありがとうございます。千住観音、北斗千住会見、アワビュー、次行きます。うん、なんかもう終わっちゃったっぽくしなって。いや、もうぐるっと探索、うん、終えたんで、うん、じゃあお疲れ様でした。そう、俺次行きましょう。ドルさんツイキャスです、はい、田中さん。そう、俺今日 YouTube ライブ、なぜかというと、うん、動画を最近アップしてないから、あの枠、ストックがなくなっちゃったから。そう、お腹痛い、大丈夫ですか。そう、トイレいい。あ、いや、コンビニでもいい、セブンがいいかな。あ、じゃあ大丈夫ですか。大丈夫、ちょっと一回行ってみて、ちょっと食いすぎだね。あ、完全に。じゃあ次行きますか。まあ、ちょっとここ来てみたかったっていうのがあるんで。よっしゃ、ちょっと。
やっちゃった。レゲエダンスね、激しいんですよ。